ホモ科学大好き DIC 岡里穂です。皆さん、液体から気体を取り出したい時ってありますよね。そんな時に私が使うのは中空脂膜モジュールのセパレル。なんと水だけじゃなくてインクにも使えるんです。綺麗な印刷は脱気が肝心ですもんね。インクって表面張力が低いのに液漏れしないってさすが。ちょっと話が難しくなっちゃいましたね。簡単に言うと、多孔質層もスキン層も全部一つの素材で作られてる SS 膜だからとんでもなく万能なんです。もちろん半導体を洗いたい時にはこの子の脱気で超純水が作れちゃいます。この脱気上手、この子の最近だとエクモの人工肺にも使われてますし、中空脂膜の活躍はどんどん広がってるんです。もともとはオイルショックで燃料が不足した時だったら効率よく燃える空気を作ろうっていう発想の転換で研究が本格化しました。そして今や液体処理には欠かせない名脇役。時代のニーズに合わせて産業の発展を支えまくってるんです。さあ毎日ダッキダッキ、科学愛が止まらない DIC 岡里穂でした。